剣道のコツ、今回は五の線の技、線の線の技について9月24日の自稽古の中から、私の考えを解説したいと思います。動画の前半は上原先生との稽古で、五の線の技についてで、後半は町田先生との稽古で線の線の技について解説しようと思います。まず五の線について、五の線とは相手の動きに、自分から攻め込んで技を出すということだと思います。具体的には相手が打つ準備のために出てくる、そこに出る、でそうすると相手は慌てて打ってくる、あるいは、防御の姿勢を取るわけですけども、そこに技を出す、相手が動いてきたところに、自分をもう出て、技をかけて出していくというのが五の線の技だと思います。そしてこの技を成功させるためには、まず相手が出るところに出るということが必要 で、しかも相手が打ってくる、技を出してくるのに驚かない、そして、自分が打つための体勢を崩さない、そして打たれたとしても必ず、この技を出すということを実行していかなければいけないと思います。練習ではまず打たれることから始めて、打たれても技を出すという稽古をすることが、重要かなと思っています。そうやって経験値を上げていけば、やがては相手の技を上手にさばけるようになるのではないかなと考えています。上原先生との稽古ではこの線の形は、大体できていると思います。あとは、上原先生の、相手の先生の動きにスムーズに自分の動きをぶつけていく、そして相手が出そうとする技の見極めを正確にする、それから相手の技に応じた適切な技を素早く出す、そういったことを確実にやっていく必要があろうと思います。これらの技術というのは経験値を上げていくことでマスターできると思っています。ただそれまでは打たれることを嫌がらずに、打たれて覚える稽古をしていく必要があるかなと思っています。それでは上原先生との稽古をご覧いただきたいと思います。まずは通常のスピードで、立ち合いの一部分1分半ぐらいの映像を見ていただきます。その後再生速度を5分の1に落として、ゆっくりと見ていただきながら解説を加えていこうと思います。それではまずは通常の速度の動画をご覧ください。
続けて再生速度を5分の1まで落とした速度で、見ていただこうと思います。上原先生の動きと私の動きの関係、上原先生の技に対する私の技の出し方、うまくいってる技が少ないんですけども、私が今取り組んでいることを見ていただきたいと思います。
この線の技の習得のに向けた稽古、いかがだったでしょうか。稽古を続けていけばやがてはできるようになる、そんな気がします。続いては線の線の技についてです。私の性格もあると思いますが、自分からグイグイと行くのが苦手で、それで町田先生にも叱られてばかりなんですけど、以前牧田藩士に指摘されたこともあって、まあ、なんとか身につけたい、技だと思っています。線の線の技は相手が間を詰めようとしているときに、こちらから攻め込んで、間合いを詰めて、で慌てる相手の動きに、自分の技を出していくという技になる、と思います。理解、技の習得が進めば相手を打たせるとか相手を居つかせるとか、そういったことも自由自在にできるような気がします。町田先生との稽古では先生の面が早くて、ついつい力が入ってしまって、帰って竹刀が遅くなって打ち負けるということばかりでしたが、少しずつ無駄のない動きができてきたかなと、無駄のないうちになってきたかなと思います。それでは町田先生との稽古での線の線の技、動画をご覧いただきたいと思います。こちらも先行して通常の速度でご覧いただき、で引き続き5分の1の速度でゆっくりと見ていただきたいと思います。それでは動画をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。早すぎて、どちらが攻めてるんだかわからないようなところがあったんじゃないかと思います。スローモーションにしてもまだ分かりづらいかもしれませんが、ぜひ注目して見ていただきたいと思います。それではスローモーションでどうぞ。
以上、この千の技、千の千の技の稽古を解説させていただきました。どちらの技というか考え方というかは7段の審査には重要な位置を占めると思います。で、さらに7段を取ってからの稽古、8段に向けた稽古としては、この線の線、この線を相手に応じて自由自在に使い分けるということが重要になってくるんだと思っています。そのためにも今の稽古をしっかり続けて、自分から攻める、攻められた時に攻め返して技を出す、少しでもできるようにしていきたいと思います。それでは今回の剣忍道の勝ち、これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。